みかん芥川龍之介ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろしてぼんやり発車の笛を待っていた。塔に伝統のついた客車の中には珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと薄暗いプラットホームにも 今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹、時々悲しそうに吠えたてていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とがまるで雪曇りの空のようなどんよりした影を落としていた。 私は街灯のポッケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていた。 ところが、それよりも先に、けたたましい日和下駄の音が、改札口の方から聞こえ出したと思うと、間もなく、車掌の何か言い罵る声とともに、私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて、十三子の小娘が一人、慌ただしく中へ入ってきた。と同時に、一つずっしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。 一本ずつ目を区切っていくプラットホームの柱置き忘れたような運水車それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤棒そういうすべては窓へ吹きつける晩煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった私はようやくほっとした心持ちになって巻きたばに火をつけながら初めて物食いまぶたをあげて 前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは、油気のない髪をひっつめの胃腸返しにゆって、横撫での跡のあるひびだらけの両方を気持ちの悪いほど赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だった。しかも、赤じみた萌え着色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には、 大きな風呂敷包みがあったそのまた包みを抱いた霜焼けの手の中には三頭の赤切符が大事そうにしっかり握られていた私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかったそれから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった最後にその二頭と三頭との区別さえわきまえない愚鈍な心が腹立たしかった だから、まきタバコに火をつけた私は、一つには、この小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポッケットの勇敢を、漫然と膝の上へ広げてみた。すると、その時、勇敢の紙面に落ちていた外光が、突然伝統の光に変わって、すりの悪い何らんかの活字が、意外なくらい鮮やかに、私の目の前に浮かんできた。 言うまでもなく記者は今横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのであるしかしその伝統の光に照らされた勇敢の紙面を見渡してもやはり私の憂鬱を慰めべく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた講和問題神父親老特色事件死亡広告 私はトンネルへ入った一瞬間汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながらそれらの錯覚とした記事から記事へほとんど機械的に目を通した。がその間ももちろんあの小娘があたかも貴族な現実を人間にしたような面持ちで私の前に座っているということを絶えず意識せずにはいられなかった。 このトンネルの中の記者と、この田舎者の小娘と、そうしてまた、この平凡な記事に渦まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、 死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか例の小娘が、向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。 あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくるこれはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足るものには相違なかったしかし記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは墓色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が 間近く窓側に迫ってきたのでもすぐに合点の行くことであった。にもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、 あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子をまるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく凄まじい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうばたりと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中から すすを溶かしたようなどす黒い空気が、にわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私は、ハンケチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして、闇を吹く風に、 胃腸返しの瓶の毛をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿を、梅園と伝統の光との間に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳きやんだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、 また元の通り窓の戸を閉めさせたのにそういなかったのであるしかし記者はその自分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて枯れ草の山と山との間に挟まれたある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた踏切の近くにはいずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根がごみごみと狭苦しく立て込んで 踏切板が降るのであろうただ一流の薄白い旗が物上に墓色を揺すっていたやっとトンネルを出たと思うその時その小作とした踏切の柵の向こうに私は頬の赤い三人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た彼らは皆この洞天に押しすくめられたかと思うほど揃って背が低かった そうしてまた、この町外れのインサンタル風物と同じような色の着物を着ていた。それが、汽車の通るのを仰ぎ見ながら、一斉に手を挙げるが早いか、痛いけな喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。すると、その瞬間である。窓から半身を乗り出していた例の娘が、 あの下焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり、暖かな日の色に染まっているみかんが、およそ5つ6つ、汽車を見送った子供たちの上へ、ばらばらと空から降ってきた。私は思わず息をのんだ。そうして刹那に一切を了解した。小娘は、おそらく、 これから方向先へ赴こうとしている小娘は、その懐に増していた幾かのみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。母色を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、 全ては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられた。そうしてそこからある得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は公然と頭を上げてまるで別人を見るようにあの小娘を注視した。 小娘はいつかもう私の前の席に帰って相変わらずひびだらけの方を萌え着色の毛糸の襟巻きにうずめながら大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三刀切符を握っている私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠と、そうしてまた不可解な過当な退屈な人生を わずかに忘れることができたのである。